町田市立南津久市の小学校は、東京都町田市にある公立の小学校である。通称、南津久1年生を迎える、会在校生が新入生を歓迎する。主に出し物やプレゼント、合唱の披露などをする。運動会赤組、白組に分かれて、各学年で競技をする。学年によって、競技内容は異なるが、徒競走、団体競技、リズム競技は、 全学年共通。また、ラストには、大玉送りがあり、全校で行う。2週後、先に、グラウンド中心の台に配置した組の勝利。サマースクール夏休み中の数日間の間に、催される体験教室、実験教室のような授業。一人一個受けたい授業を、あらかじめ選択しておき、数日間のうちついたち登校する。杉名祭り。 南津区オリンピック南津区市の小学校の伝統行事。3から6年生が店を出し、1.2年生が客となって出し物を楽しむ。前半と後半に分かれており、3から6年生は前半と後半のどちらかで店の従業員として活動するが、1.2年生は前半、後半ともに客として楽しむことができる。最近は、 東京オリンピックの影響で何つくオリンピックというイベントになっている。学習発表会作品展と交互に行われる行事。各学年で一つの作品を作り上げる。役を演じる人、音楽を演奏する人、ナレーター、照明などいろいろな役割がある。作品展学芸会と交互に行われる行事。全学年、図工の時間に制作した作品が体育館などに展示される。 遠足、郊外学習各学年で行く場所は異なる。春と秋にある。川上村スキー教室小学校に入って、初めての宿泊行事。一泊二日でスキーを学習する。日光林間学校日光市内の歴史的名所や、小瀬高原を見学する宿泊行事。二泊三日。六年生を送る。第一から五年生から六年生へ、プレゼントや出し物をする。 六年生からも合唱や楽器演奏などが披露される。人気は半年である。代表委員会各クラス男女一人ずつ。環境委員会ポスターの制作、貼り付けや校内環境の管理。保健委員会保健に関するポスターを制作したり、怪我をした人を保健室に連れて行くなど。運動委員会休み時間のボールの貸し出し等、多数の役割。 音楽委員会音楽聴会、運動会などでの演奏など、栽培委員会校庭の花などの手入れ、飼育委員会飼育小屋の動物たちへの餌やり、小屋清掃など、南つくしの小学校の特別支援学級で、主に知的障害児を受け入れている。特に指定はなく、私服で登下校、生活する。ありがとうございます。